はい、皆さんおはようございます。じゃあ、こんばんは、キーのマッキーです。はい、というわけで今回は大宮から一駅来たところにあります鉄道博物館駅に来ました。今回は新規開拓お風呂カフェうたたねに行きたいなと思います。お風呂カフェはですね、以前千葉のカリンの湯に行ったことがあるんですが、うたたねは初めてなんですよ。数種類のサウナがあったり、ゆったりくつろぐことができるリラックススペースがあったりして、今日もねめちゃめちゃ暑いんで、快適な館内でダラダラ過ごしていきたいなと思います。はい、それでは早速向かいましょう。鉄道博物館すげー。はい、鉄道博物館を出てひたすら直進ですね。10分ぐらいで到着するみたいです。よいしょ。はい、というわけでお風呂カフェうたたね到着しました。めちゃめちゃ楽しみですね。行きましょう。めっちゃムーミン、いい雰囲気。おこれクリアじゃないの？だいぶダラダラしたんで、最後もう1セットくらいして帰ろうかなと思います。それではサウナ最後に行ってきます。うたたね、ありがとう。いや
丸一日ダラダラ推奨ですわ。はい、というわけでお風呂カフェうたたね行ってきました。いやー、イズネスとコタ、この2つのサウナめちゃめちゃ良かったですね。あとは貸し切りのバレルサウナですね。これはまた次回の楽しみに撮っておこうかなと思います。ヨギボーとかハンモックのあるリラックススペースもめちゃめちゃくつろぐことができましたね。いや、ほんと家かのようにね、もうダラダラしちゃいました。いやー、本当に最高。皆さんもお風呂カフェうたたねで一日中ダラダラしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、おまけトークです。お風呂カフェうたたね本当に最高でしたね。サウナもめちゃめちゃ良かったですし、リラックススペースでダラダラしてね、本当に最高の一日になりました。ただちょっとだけ気になるところがありまして、館内着小さくありません？これ僕だけなんですかね。特に男性なんですけど、館内着が上下分かれているタイプとポンチョ、この2つがあるんですよ。で、男性はですね、このポンチョタイプは選べなかったと思います。もうここがね、間違っていたらすいません。受付でこの上下が分かれているタイプの館内着を受け取って、早速着替えてみたんですが、なんかね、小さいんですよね。サイズを見たら L サイズだったんで、まあサイズ的には適正なのかなって感じなんですけど、この丈とかこの体のこの密着感といい、いや、なんかピチピチだったんですよね。いやー、これほんと僕だけなんですかね、思ってるの。男性の、この他のね、男性の方、お客さんをね、ちょっと見てみたら、やっぱりね、ピチピチなんですよね。ちょっとね、館内着にしては、もうちょっと、なんかゆったりしててもいいんじゃないかなって思っちゃいました。この館内着の質感的にも、ストレッチが効いてるとか、柔らかいものではなかったんですよ。それで、なおさらちょっとピチピチ感というか、ちょっと小さいかなっていうのを感じたのかなと思いますね。ちなみにですね、今までいろんなサウナ施設行ってきて、一番良かった館内着がお風呂カフェのカリンの湯なんですよ。カリンの湯はポンチョタイプで、触り心地ほんとサラッサラで、めちゃくちゃに軽いんですよ。ほんとふと気づいたら裸なんじゃないかってくらいの軽さ、着心地の良さで、いや、あれはね、販売とかはねしてなかったんですけど、店員さんに聞いて、これって買えないんですかって聞いちゃったくらい、本当にね、最高こうだったんですよね。過去にそんなことがあったので、今回のうたたねの館内着がちょっとだけね、まあ気になってしまったっていう感じです。ただサウナも最高でしたし、サ飯もめちゃめちゃうまかった。なんでこのサウナ施設としては本当に最高なんで、皆さんのこの感想とかコメントいただけると嬉しいです。はい、というわけでおまけトークでした。ありがとうございました。